こんにちは、ツンダモンなのだ。この動画ではリサザポイントレスの二次創作について一つ紹介したいと思うのだ。今回はスカラーオブザウィルバー新エディションについて紹介するのだ。この作品は本編に様々な追加要素を加えたもので、新たなパーティーメンバーが加わったり、新規のマップやストーリー、アイテム、キャラクターなどの様々な要素が追加されているのだ。そのボリュームは凄まじく、本編をプレイした後にぜひ遊んでほしい二次創作なのだ。敵として登場するおっさんの数も増えているので、戦闘もより激しいものとなっているのだ。戦闘部分をより楽しみたい人にはぜひおすすめしたいのだ。こちらも本編と同じく無料で遊べるのだ。またさらにコンテンツ量が増えたスカラーオブウィルバー新インフィニティアンフォールズがリリースされたので、そちらもぜひプレイしてみてほしいのだ。さて、今回の解説はこの辺りで終えようと思うのだ。この動画を見てもし興味を持ってくれたら嬉しいのだ。それではまた次回、ご視聴ありがとうございました。